スミレ最新は、スミレかスミレ属に分類される多年草の一種。和名は、花子の葉の形状が、馬の鈴草かの薄葉最新に似ているスミレであることに、由来する。地下茎は、わさびのように太く、横に、は節武士が多く、密に接近する。地上茎が内部区規性のスミレで、草丈は5から15センチメートル。葉は、日本のスミレの中で最も大きく。 花期にはあまり展開していないことが多く、花より遅れて開き、数枚が創生する。葉は両面とも緑色でやや厚く、ほとんど無毛、心型地に、皮心型で、花時は長さ3から5センチメートル、花時には長さ15センチメートルに達する。葉の先は尖り、基部は心形、円には低い虚子がある。分布域の北部では一般に葉は、 大きく幅広になり、西部ではより小さく強調になる。傭兵は下記に長さ15センチメートルにもなる。古い卓葉は傭兵から離れて根本につき、膜質で褐色。花は泡紫色で、花弁は長さ15から20ミリメートル。皮弁は無毛、新弁に紫状が入る。虚は短く太く袋状で長さ4から5ミリメートル。 シズイの中等は、くちばし状に長く、下中の上部は、カマキリの頭形。学編は、ヒ飛新型で、付属体には鋭い切れ込みがある。下記は3月から6月。果実は、果てで熟した後に劣化し、種子を飛ばす。産地の落葉樹林下に生育する、スミレ最新分布域の北部のものは、葉が大きい日本の固有種。北海道南西部、本州。 北日本では太平洋側にも四国に分布する。日本海側の多節地帯に生育する代表的なスミレ。日本海側にスミレ最新が分布するのに対して太平洋側には長場のスミレ最新が分布する。主にあまり標高が高くない山地の半日影の湿り気のある落葉樹林下に生育する。地下茎をすりおろしてまたは粉にして トロロのように料理して食用される地方がある。そのため、本種をトロロスミレと呼ぶ地方がある。スミレ最新でに分類される、以下の品種が知られている。白花の品種の白花スミレ最新日本では、国レベルの環境省によるレッドリストの指定はないが、以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。ありがとうございます。